どうも、テッシーです。お世話になります。ファイナルファンタジー2、続きをプレイしてまいります。はい、戻ってまいりました。アイテムを売りまして、コテージとさらにエーテルを追加しました。で、いらないね、武器とかを一応売って、まあ整理してきました。で、ここの城ですね。この城にあるアイテムも取ってきました。で、またね、ユニコーンの角というよくわからないアイテムをね、手に入れまして、あと魔法が入ってました。スタンの本と、カーズの本とストップの本がありました。で、結構ね、魔法増えてきまして、いろいろ使ってこのレベル1軍団をね、なんとか上げていきたいなと思ってるので、魔法主体でね、やっぱり行こうかなと。うん。当初のね、最近もう攻撃ばっ、攻撃だけじゃなかったけども、ちょっと魔法もね、特に MP やっぱり上げていきたいなと思いましてね、結構ね、アイテム、買ったり装備したりするところで改変しまして、城さこれにねちょっと弓にしました。盲目の弓というのがありまして、で魔術の杖はアイテム欄に置いておこうかなと。なので後ろに下げましたね、城さ。城さのね MP をやっぱり上げていこうと。レイラもね HP ちょっと鍛えるのが面倒なんで後ろに下げました。でミスリルの棒を持たせてあげてあります。で、ヤンキング。で、今、古代の剣を装備してまして、攻撃力がやっぱ高いんですよね。古代の剣とか、その眠りの剣。これもね、攻撃力そこそこ高かったので、と思いまして装備しております。ウィングソード、これやっぱ一番強いと。で、テッシーもね、賢者的なね、位置だったんですけれども、やっぱり攻撃、ちょっと頑張らせてあげたいなと思ってね、攻撃の軸にしてあげようと思いました。逆に、なんていうか、指導者のね、MP をも、そもそも上げたいなと思って、指導者を回復にしてあげようかなと。で、ヤンキング、そのね、ミスリルアクスもちろんアイテムにしててね、これね、眠りの剣と古代の剣とかをね、なんとかうまく使えればなと。命中率いくつでしたっけ ?60 と低いと。そしてヤンキング、剣がレベル1。まあ、徐々にね、どっかで上げていければなと思います。レベル1だから、まあ、すぐ上がるんじゃねえかと。ちょっとね、淡い期待もあり。とりあえず、この北の洞窟ですね。行きましょう。これは、で魔法をどんどん使っていきましょうね。こんな感じで、これでいいでしょう。これ絶対ね、テッシュはもう一発 KO ですからね、ほとんど。多分このぐらいの雑魚だったら一発 KO いけますね。おーと、よし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 。でゾンビ1体残る感じですよね、これ。よしよしよし。テッシー攻撃で魔法攻撃と。ケアルじゃないサンダー。あ、そっか、弓矢でも魔法じゃないとダメってことですよね。あ、そう、あとエスナもねレイラに買ってあげました。レイラもね多分どっかで抜けると思うんですが、まあとりあえずとりあえずといった感じで。よし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 。魔法ガンガン使っていこうと。エーテルコテージあるんでね。まあ差し当たってはここの洞窟ですよね。まずは1階ですね。地下2階にあるっていうことだったんで、地下2階って言ったらもうすぐじゃないですか。かなり厳しいんじゃないかなと思って、それでコテージもね買ってきたんですよね。地下1階、まずここを制覇して一旦コテージでお戻りかなと思ってます。まあどうなるかはねちょっ
とわからないんですけれども、こっちとか使ってった方がいいのかな。バーサクとか、カーズって何よって試してみましょう。カーズ何だったっけ。そもそ も使ったことあったかどうか、ミムが持ってたかどうかもちょっと忘れちゃったんですよね。サンダーはまあまあ聞くと。よしよし、カーズを見逃さないように。あー効果がない。なるほど、なんか一撃必殺的な何かかな。わからんすな。ストップはストップっすもんね。クラウダーってのをスタンも使ってみましょうかね。そしたらよし、強い。でもスタンが無駄に。ヤンキング頑張れ。呪いにかかった。呪いがどういう効果なのかっていうのはあるけれどもね。多分正宗はあると思うんですよ。正宗とエクスカリバーはあると思うんですよね。これどんどんというかシリーズで1もあったんで、多分3にももちろんあったんで2にもあるだろうと。だったらやっぱり誰かを剣ね鍛えとかないとまずいのかなと思いまして、それでねちょっとヤンキング急遽剣を鍛えるためにね、斧とかもね多分あると思うんですが、まあそのためにねアクスをねちょっとまだ取っといてという。弓矢とかもね、なんか余市の弓とか、うわあるんじゃないかなと。これさ、こういう時にこうですよね。眠りの剣で、ちょ待って、眠りの剣盲目、あーそっか、これは攻撃で、まあサンダーかな、先制攻撃。よし、うわ入らねえ、ダメージ入らない。そんな弱い、バカな。攻撃力自体はあるはずなんですよ、眠りの剣とか。ちょっと待って、マジでバカな。ういー、でこのねヒルギガースがさ、こいつが通常で出てきたら困るんですよ。雑魚で、雑魚じゃないからねこいつ、言ってもということなんですが、全然入らないですね盲目とか。あ、眠りについた。よし、ここでをやりたかった。眠りについて目が見えなくなった。よしよしよし、いいじゃない、これで。お、何もやってこない。これで持ち替えてこう。ちょ待って、あ、そうか、持ち替える必要ないのか。これでこのスタンとか、眠りついてるからいいのか。でバーサクをかけると。でまあ攻撃してあげればいいか。おーしょおしょ、入る。あれ、ちょっと待って、ヒルギガス今攻撃してきた。あれ、眠りついてないの。呪いにかかった。よし、なんか他のやつを上乗せ修正させると別になっちゃったりするのかな。ストップさせてあげようか。そしたらストップ多分効かないと思うけどね。じゃあちょっとこっちにして、攻撃だと。サンダー、おお強い。バーサグかかってる、かかってる。108、まあそこそこ食らうな。やっぱりストップ効け、効
かない。じゃあバーサクヤンキングにもかけてあげてって感じだね。これで死なないで倒せれば前より成長したというか、まあこの戦略も多少正しいっていうことになるでしょう。おーし、強い。オッケーオッケー、やるね。シローサとねレイラ後ろに下げてあげ、おお巨人の子で下げてあげたことによってヒットも入らなくなってると思うんですよね。それなりに巨人の子って装備できるかな。うわめっちゃ、あーそうか強っ。いいね、防御めちゃめちゃ上がる。ちょ待って、これヤンキングに装備させた方がいいっすよね。そしたらね、あれそんな変わ、なんでブロンズの子、まあいいやいいやいいや、ブロンズの子って白をさ装備させてあげよう。よし行くべ、セーブして、ちょっと待って、ここ来るのに10分以上かかるっていうね。まあいいや、とりあえずここ行きましょうよ。まずはここ、こっから頑張ろう。おお、いきなり宝箱、いいね。はい、あざす。あー、こっち階段か。じゃあまあまあ一個一個ね潰していきましょう。壁伝いに行きましょうかね。久々じゃないですけど、壁伝い作戦。まあこいつらはブリザードで一撃でいいかなの方がいい気がする。ファイヤー、いやーそっかー、なんかな、なんかただやっぱ結局敵が多いのが嫌なのかな。俺は敵が多いから嫌なんですよね結局。サンダー、ああそう思うとやっぱりゴードンが強かったですね。ゴードンはやっぱり、レイラも鍛えた方がいいのかなちょっとな、 HP がちょっと不安。オッケーっす。ういえ、これでなんか剣でテッシーが剣で攻撃してもなんかあんまりそんな強くないですよねこいつら。あーでも上げといた方がいいか、ヒット数が上がるもんね結局ね。バーサクかけて行こう行こう、どんどん行こう。わあ強くなってる強くなってる。ランドタートルももうブリザードの必要ないねこれ。そしたらね強いわ。よしいいっすね。でなんでマサムネとエクスカリバーの続き、エクスカリバーとマサムネ多分あると思うんで、だからちょっとねヤンさんちょっと鍛えとこうよ。命中率もね上がってくれると嬉しいんだけどな。全然、そっか全然やっぱ回復しないね。ちょっとどんぐらい回復するかね見たかったんですが、レベルちょこっと上がってないとやっぱりきついか。効果がない。ヤンさんの攻撃はミス。どんぐらい違うんだろうねレベル2と。サンダー行こう、サンダー、どんどんサンダーのレベル上げていこうよ。
意外にこいつの攻撃力があるのよね。やばい。レベル2で、あーでも戦闘中のレベル2の全員回復は全然ですね。これダメっすね。これはダメっすね。受けるわ。クラウダ、うん、クラウダーってのもちょっとやっといて、間違えた、危ない危ない。まあサンダーで、サンダーレベル4とかにすればまあそこそこ強くなるかなと。よーし、レベル3になってちょこっとやっぱり強くなってるかな。いいね、魔力、知性、MP、よしよしよし。ほー、いや、いいんだけどね。いいんだけど、ブリザードはもう使っちゃおうか。え、こんなにもらえて、ブラインも持ってる。ちょ、待って、ヤンキング、ブリザード覚えてないよね。ブライン、ブライン撤収覚える？まあまあまだいいか。アイテム欄が本当になくなってきたらっちゅうことで。で、エーテル。まだいいか、エーテル。ちょっとコテージをね、どっかで使いたい。なんか、一回そんなに広そうでもなさそうな気がするのよね。あーでも広い、あー右上広いな。あこっちにもあるんだ、地下。そういうタイプか。いろんなとこに、あーなるほど、なるほどね、そういうタイプでしたか。わかりました。どうするかですよね。まあでも良かったですね、コテージ買ってきて。とりあえずこいつ倒して上戻ってコテージ使ってっていう感じにしましょうね。はい、バーサク、とりあえず指導者はもう撤しよう、補助に。いや、ブリンク使いやがった。でも倒す。いや、オーガにもヒットさせられない。ミスリルソードで最初やるべきだったか。まあいっか、鍾乳石は何にもできないからね、今のとこね。バーサクラウダ、まんべんなく、まんべんなく、まんべんなく期待でこう。よーし、クラウダは鍾乳石にやるべきだったかね。ちょいちょいっていう32。弱い。クラウダって何なんでしょうね。そうね、クラウダストップ、ストップ効いたら強いよね、これね。ストップ鍛えたいな。間違えた、オーガ下にやってたから。まあいいっすわ、何もしなかった、何もできなかったっていうのが正確にはね。どんどん本当に鍛えようぜ。これでサンダード、ウィーいいねいいね。ゴース効かない。ストップ好き、ストップ好きなんですよね。まん
べんなく、どっちがいいんだろうね。一つ鍛えるのか、まんべんなくやるのか。おーし、ナイス。サンダーが効いてる。いいね。一回はもうこれだけで、ってことか。30ギルだけってことか。オッケー。そしたら、ちょっと出ましょう、出ましょう。コテージがどのくらい回復するかっすよね。使おう。この携帯用コテージでは、翌朝には全員の HP、MP がすっかり回復しますと。あ、もう全開か。あ、素晴らしい。4回も使えるからね、あとね。で、エーテルもあるから。よし、セーブして、次回また本格的にね、行きたいと思います。地下2階ですね。頑張りましょう。見ていただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。